遅いわよ。どうしたんだ、そんなもん取り出して。もう誰も信じられないわ。課長は今まで私にカムロ町にいたなんて話一度もしなかったわ。ずっと信じてきたのに。別に別所がお前を裏切ったわけじゃないだろう。裏切りよ。私が四課でどんな思いをして今までやってきたか、あの人だけは私のこと理解してくれてると思ってた。でも自分は裏でヤクザとつるんでたなんて。あなたには悪いけど、まず最初に府警に行ってもらうわ。人言派の事件を調べるのが先よ。勝手にやれ。俺は合田会長を探す。勘違いしないでね。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。勝手な行動は許さないわ。いいわね。わかった。すまんな、こんなとこしか空いてんので。まあ話すんにはここがいっちゃえんやろ。で、わしに何の用や。二十数年前、カムロ町で起きた堂島組と人言派の抗争事件、課長が担当していたそうですね。なんや、取り調べみたいの。そうや、わしが担当した。それはどないしたんや。課長、今回のミレニアムタワー爆破と合田仁、堂島大吾の誘拐の一件、人言派が絡んでる可能性が高いです。担当直入に聞きますが、課長何か知ってらっしゃるんじゃないですか。知らん。でも、まあ待てや。わしが知ってんのは昔の事件のことだけや。今回の事件のことなんか知ってるはずないやないか。じゃあなぜ今まで人言派のことを私に教えてくれなかったんですか。事件との関係性が見えへん以上、不必要に情報を伝える必要はない。混乱を招くだけや。本当ですね。ああ。じゃあ二十数年前に起きた事件のことを教えてください。せやな。何から話そうか。もう聞いとるかもしれんが、当時わしはカムロ署の四課におったんや。知ってます。それで堂島組の手引きをした。まあ簡単に言うたらそうや。せやけどそれしか道はなかった。警察ではどうにもならんかったんや。あいつらの実態はつかめんわ。略奪と暴行で市民は恐怖に陥るわ。人言派がカムロ町に拠点を構えてから手がつけられんほど町は荒れとったんじゃ。どんなことがあろうとヤクザとは裏取引をしてはいけない。